よし、どうなさん、こんにちは、ミネットです。集まれどうするの世界観を毎日楽しめる一番くじがね、昨日から開催されています。12月8日から順次発売されてるわけなんですけれども、もう、信じられないぐらい売れてますよね。もう、どこ行っても完売、どこ行っても完売っていうのがね、続いていて、俺もね、なかなか入手することができなかったんですけれども、今回はですね、サムネイルにもある通りなんですけれども、まさかのですよ、こちらをご覧ください。まさかのラストワン賞を入手しましたということで、今回はこちらの紹介動画やっていきたいなと思います。ぶっちゃけで言うと、いっぱい回りました。もうね、いっぱいっていう表現しかできないぐらいいっぱい回りました。ミネットです。さあ、というわけでですね、何回引いてこのラストワン賞を入手したのかっていうのをね、皆さんに紹介したいなと思うんですけれども、とりあえず開けていく。まずは開けようぜ。よいしょ。さて、ジョニーの漂着バージョンでございます。昔からいますからね。こいついつからいるんだっけ。初代からいるんかな。なんか俺もね、初代では会ったことないんですよね。動物折り E プラスの時代は結構ね、何回も助けたりしてたんですけど、 E プラスの時代から言うたらこいつは遭難してると。そう考えたらこいつ20年間ぐらいは遭難してるわけですよね。すごっ、かわいい。いや、なんか愛着湧いてきたわ。いや、本当はね、昨日も言ってたんですけど、俺はどうしてもこれが欲しかったんですよ。 B 賞のタヌポート ATM 型貯金箱、これがどうしても欲しくって、まあ、こいつを探すために出てたんですけど、まあもう全部売り切れてましたね。どこ行っても売り切れ、剣をまたぐぐらいの勢いでガーって探しまくってようやく見つけましたね。なんかもう本当に苦労して手に入れたのがこいつっていう。まあ残念ながらね、 B 賞のタヌポートの ATM 型貯金箱は入手できなかったんですが、まあ何回回してね、こいつ手に入ったのかっていうのを皆さんに紹介していきます。まあ常識の範囲内でね、回していこうっていうことで10回回してきました。10回だったらまあいいかなっていう、常識の範囲内かなっていう。まあさすがにな、一人でラストワン賞出るまで引いてみたとか、さすがにもう昔だったらね、こう集まるどうつりが発売される前だったら全く売れてなかったから、全然そんなことしても許されたレベルだったんですけど、まあ集まるどうつりの人気に乗じて、まあ、ワンロット買うっていう真似は俺もしなかったですね。というわけでですね、まあ、本当にね、今ちょうど帰ってきたところなんですけど、早速ね、何が当たったのかっていうのを紹介していきます。まずやっていきますか。 F 賞から順番にやっていくか。まずこれ F 賞ね、集まるどうつりエイブルシスターズのメモパッド。まあ、昨日はね5回回したんですよ。5回回して、でその中でこれがどうしても欲しかったんですよね。エイブルシスターズのメモパッドって言ってるぐらいだから、俺はエイブルシスターズのメモパッドが欲しいっつって、まあ本命はね昨日入手した。あ、結構載ってるわ。ほら、ももち以外にも名前なんだっけ、歌舞伎か、歌舞伎とこの子わかんないな。この子とこの子が会ったこと全然ないですね。俺もあんまりリスジューミー以外と会ったことないんですけど、ちょっと待って、なんかあんまりカメラワークが得意ではない。まあでも千歳とかいる和風系の住民がどうやらこのメモパッドには載ってるみたいですね。多分ね、家の外観とかで決めてるんじゃないかな、このメモパッドの。ほら、つば九郎とかもいる。全部和風系の住民ですね。もう一個あるのかな。こっちは縦バージョンですね。このさ、3パターンがどうやらメモパッドにあるっていうことで、すげえな。これがね、2個当たったんですよ。これと、もう1個、こっち。これがね、2個当たったんで、いずれ使っていきたいなと思いまする。そしてですね、あと G 賞ですね。G 賞に関しては、まあ、5つ当たったんですけど、昨日も言ったんですけど、もう、風子ちゃんと一緒にお出かけしたいっていうことで、これですね。昨日当たったやつ、当たったっていうか自分で選んだやつ。この風子ちゃんはどうしても欲しかったから、昨日の段階でお好きなものから選んだんですけど、いや、びっくりした。意外と売れ残ってるんだなっていう。ベルのやつと化石のやつと、ジャスティンとトタケケとレックスかが残りのねラインナップだったんですけど、風子ちゃん最後まで残ったかっていう。まあでも俺的にはマジで嬉しい。まあ、ふうこちゃん以外は特に狙ってなかったから、まあ、ふうこちゃんだけ当たったって考えたら、もう相当俺的にはラッキーだったかなと思います。なんかラストワン賞と同じぐらいの嬉しさがありますね。ふうこちゃんが2枚当たりました。こちらですよ。レックスですよ。レックスは、まあ、売れ残るんじゃないかなとは正直思ってた。いや、やっぱりね、このデイリータオルのラインナップだと、
一番自分に、まあ、馴染みのあるものといえば、まあ、ベル袋と化石じゃないですか。で次にトタケがやってきて、フーコちゃんラコスケで、まあ、ジャスティンとねレックスに関してはやっぱり自分でさ話しかけないことにはまあなかなか会う機会ってないじゃないですか。そうなってくるとやっぱりね人気度っていうのは、まあ、下がるんかなっていう印象はありますね。嬉しいっちゃ嬉しいけどね。まあ今回はこちらが3枚あの手に入りました。せっかく新キャラクターとして登場したんだからちょっと開けてみますか。1枚だけ。いやでも赤色でかっこいいけどな、結構人気出そうな感じはするんですけど、レックスのやつこんな感じです。普通にイケメンだしな、レックスに関しては。まあ、この中だったらな、どうしてもちょっと人気度が下がってしまうラインナップだったんですが、あとね残すところ3つとなったわけなんですが、3つ何が当たったのかっていうと、いやこれはマジで嬉しかった。カブカブアガーレプレートですね。これねなんで嬉しかったかっていうと、昨日もさカブカブアガーレプレートが、まあ、3つ手に入ったじゃないですか。手に入ったじゃないですかっていうか、昨日の動画を見てない方いると思うんで、色を見てもらったらわかると思うんですが、今回でなんと全種類揃えることができました。いやこれね昨日は逆にこの2つがなかったんですよ。この2種類だけが唯一置いてなくって、さっき紹介した3種類だけが唯一ねお店にあったから、今回これ当たってくれて普通に嬉しいですね。これちょっとね開けるとき皆さん気をつけてくださいね。落とす可能性普通にあるんでね。よいしょ、こちらですね。なんか落とさないように気をつけましょう。なんて書いてある？買っていきなさるハテナって書いてありますね。ウリのやつと、あともう一個ねタケノコのやつがあったと思うんですよね。あった、これですね、タケノコのやつ。ウリとタケノコが写ってるやつ。嬉しいですね。第2弾集まるぞ。それの、まあ、アップデートがちょうど来たタイミングで、まあ、一番くじを始められたと思うんですけど、あとねもう2つぐらい、ちょっと先にこれ紹介するわ。新鮮なタケノコをお裾分けするべって書いてある。まあどんどんかぶり場に口調が似てきましたね。売りもこんな感じです。まあこれがね2種類揃いました。結構ね人気度は高かったかなと思います、今回のこのカブカブアガーレプレート。まあ全部良かったですね、今回ラインナップ。まあ A 賞と B 賞と、まあ、C 賞と D 賞は1回も当たらなかったから何とも言えないんですけど、まあ E 賞と、F 賞と G 賞はね、なんとか、まあ、全種類は揃えられなかったんですけど、こちらのね、E 賞だけは全種類揃えることができました。まあそれだけでもね、普通に嬉しかったかなと思いますが、いやーでも、まあ多分、これ逃したら、絶対手に入らないだろうなと思いましたね、このジョニーに関しては。というわけでですね、なんとか1万くじジョニーを当てることができましたが、結構大きくない？ほらすげえな。あとねもう一個残ってるのが大きなジョニーのぬいぐるみ漂着バージョン、まあ、これがね合計100個なんだけど、まあこれは当たらんだろうな。まあ試すわこの後、動画撮った後。これどういったものなのかっていうと、 LINE をねバンダイさんのやつ登録するんですよ。バンダイさんのやつ登録したら、まあ、写真撮って、あの1万くじの番号、 ID 番号みたいなのあるじゃないですか。あそれをバンダイさんの方に送ったら、まあ、勝手にねあの抽選が始まりますので、まあ、それでゲットすることができます。まあ、くじを引いた分だけね何回でも挑戦することができますので、もしもねまだやってないっていう方がいらっしゃいましたら一度ね、まあ、試してみてはいかがでしょうか。俺はちなみにゲットしたこと本当にないですね、3年間で。まあ狙ってはいるんですけどね、狙ってはいるんですが、まあ、どうなるかは分かりませんね。あとねセブンイレブンさんのコラボ商品のやつ、これかシーフード味とスープカレー味のやつ、この2種類に関してはもうどこのお店行ってもなかったわ。逆にゲットできたらラッキーなんじゃないかなぐらいで、どこに置いてあるのかすら分かんなかったですね。山陽食品さんから登場してるやつ売り切れたのか、まあそれともねただ見つけられなかっただけなのか、まだ置いてなかったのか、これはマジで1個も見つからなかったですね。あとなんだろう、クリアファイルはね結構余ってましたよ。あのアイスを2個買うと、まあ、四季をテーマにしたクリアファイルっていうのがもらえて、まあ、スライダーポーチとかはね12月16日からだからまだ始まってないんですけれども、これはねまだあるかなと思います。最初のドリンクをね購入すると上のキャップについてるんですよね。ただそれをもらうだけなんで簡単に入手することはできるんですが、昨日からさ言うたら発売されてるわけじゃないですか、まあ、シーフード味とスープカレー味が一度も見つけられてないって考えたらもう売り切れたのかな。早いよねそう考えたら。まあ、というわけでですね、今回はミネットの1万くじ結果発表でした。今回はこの辺でやっておきましょう。じゃあな、もう多分
まあさ、さすがにもう回さんけど、もう B 賞だけが残ってたとかなったらもう一回行ってもいいかなと思ってますが、多分もう今回で終わりです。最終回です。バイバイ。